今日は何使おう？ LINE マーカー埋め込もう。またなんか始まったよ、変な企画。LINE マーカー搭載武器はみんな魅力があって何使うか迷っちゃう。そんな時は今からやる LINE マーカールーレットで持っていく武器を決めちゃおう。真顔で何言ってんだこいつ。仕組みとしては前回の高ウハ占いと同じ、武器のイラストが高速で切り替わるので、その止まった武器を持っていってみよう。それでは LINE マーカールーレットスタート。待て。何ですかマリサさん、ルーレット中ですよ。絶対こんな使い方していいやつじゃないだろこれ。一つ一つ止めてみてわかるけどマジでやばいぞこれ。というわけでミュウさんから支援へということでいただいた、LINE マーカールーレットでした。本人がルーレットにしてるんかーい。よし帰ろう。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。待て、本当に終わらせるやつがあるかバカ。スプラのゆっくり実況では片方が帰ろうかって言ったら片方は全力で止めるっていうのがマナーになってるんだから。でもルールじゃなくてマナーなんだね。というわけで皆さんやっぱろう。ヒラメが苦手とか言ってる割には案外動画として出てきてる回数多い気がする。霊夢よおいっす。ステージの好き嫌いがめちゃくちゃ激しいのも考えもんですね。ナメロウのアサリと高橋の矛以外なら何でもやるマリサだぜ。そんなわけで前回は記念にカコつけて実況サボってたから。サボってないわ、祝い事大切でしょ。でも早く編集が済んだのでサブちゃんの更新ができました。ラッチしてんじゃねえか。今日は普通に実況していきましょうか。言うて普段の動画も実況してるのかどうか怪しいラインですけど、パブロが手負いなので局者で倒します。クワットがスライドしたのが見えたのでその後を狙いに行きます。エリア塗りますって思ったらジャンプしてくる人が見えたので着地狩りします。はい、完璧な実況。面白みないから低評価と。せめて高評価していって。じゃあ新人ラインマーカニストにお役立ち。情報を教えてあげよう。ま、敵来てないから今レール取っても無駄だけどね。なんで紹介したんだよ。しかしこちらは超便利。なんと一発投げ込むだけで両壁が塗り切れるという優れもの。普通に塗って時間がかかる壁を一瞬で塗り切れてしまうのです。ヒラメが出てくるたびこのこと話してる気がするわ。前話したのがいつなのか全然覚えてないけど、多分初めて知ったって人もいるだろうからぜひ活かしてみてね。そう、神タンク対決後手に回ったせいで倒しきれなかった。最後しれっと頭抜き仕掛けてるのは見なかったことにしよう。ここの壁がラインマーカーで塗り切れてるのですごく便利ですね。敵も味方もここを通らない人はまあそうそういないので、こうやって壁を押さえておくと非常に立ち回りがしやすいというわけですな。え、待って、どうやってすり抜けた。まあいいや、ギリギリ倒せたし。こっちに気を取られてる間にエリアのカウントはストップ。うわ、ハンコが降ってきた。その間にエリア取れるのでは。残念でしたと言わんばかりに救援機が立ちはだかる。相手のところにリークのもっついから自陣を優先。そして効果切れの瞬間突っ込む。そう、今のマジで惜しかった。おっと、そのすれ違いは見逃さないぜ。なんで真下のやつ直当てできんだよ。ラインマーカーの奇跡が見たことない形してんぞ。まさにラインマーカーの奇跡ですね。面白い。そんな奇跡のエイムを披露したところでもう一回エリア取りに行くわよ。登るときは上をよく見て慎重に。神タンクの音聞こえるから自陣は味方に任せて良さそうね。味方に神タンクいなくね。何言ってんだろうって思ってました。いや、ガチなのかよ。なんで味方に神タンクいるって勘違いしたのかしら。ひとまず倒せたから良かったものの、あれ放置してたら絶対ヤバいことになってたわよ。なんか自陣側ちょっと塗られてね。え、入ってきてんの。あ、ダミナーつんよ。後ろ向いたついでにドリンクいただいておきましょうかね。あとは敵をどんだけ抑え込めるか勝負だし、神タンク使っちゃいますか。チャンスマーク発見。あ、勢いようと神タンク外した。捨てチャンス受けたら気がついてないからそういうことにしておこう。解釈として無理ありすぎるだろ。このステージのラインマーカーはまあ分かってきたけど、神タンクの扱い方に関しては全然まだまだだわ。というかジャンプ見えてるなら近づいて撃てばよかったしな。ハンコさんには絶対にかなわないのでなるべくサイドから、追いかけても返り討ちに遭うだけなので絶対に追いません。エリアの格好はまずまずってところか。やっけインクが全然ないのに突っ込まれてきた。で、こっちにもうすでに入ってきてんじゃん。ハンコで暴れてそのまま塗りに来てたんだろうな。味方が倒されていくけど私だけギリギリで生き残れた。エリア確保寸前で相手のガロンが再び救援機。よかった。これならペナルティつけられずに済むわ。反撃弾撃ち込まれたら確保されちゃうから引き込む。そう、倒せなかった。でも味方が着地狩り通してくれておまけに反撃弾も霊夢に撃ってる。残ってるのガロンだけだからこれはいけるのでは。おせおせ状態だから即ジャンプ。ここで確保できればノックアウトまで見えるわ。味方の決死の戦いでエリア確保。あとはパブロを止めれば勝てる。では、飛んできてるのかよ。あぶねえ。インクもかなりピンチだったがなんとかギリギリ耐えきったな。いやー、ナイスなのは味方の皆さんでした。助かっちゃいました。終了。なんやかんやでいい動きしてた説あるわ。ヒラメやってる時っていつも上振れの時すごい動きするよなお前。この上振れが毎回続いてくれると嬉しいんだけどな。いや、クソ強。
もはや支援ねもらうためだけに動画投稿してるまであるかも。モチベが上がりすぎてやばい。さてやる気いっぱいで2000名いくわよ。ルールは変わってガチパブロ。ガチパブロじゃないです、ガチアサリです。ステージはお嬢かいうんだな。まあいくらとんでもないパーティーだとしても、お嬢は私の庭ですから。そんなレベルまで好きなステージになったんですね。つうわけで私の作戦としては、アサリは全部味方に丸投げ大作戦でいこうと思います。無理に関しては多分適当にやってても万全になるぐらい強いはずなので、いい感じに試合が動くまでしっかりと土台作りしていきましょうかね。というわけで試合が全然動かずなきそうです。そりゃパブロ3人だからな。一回一人がすり抜けて決めてくれたんだけど、以降は全くって感じなのよね。というかこっちもこっちでパブロ3人とかいう圧倒的機動力でアサリを一瞬でかき集めるから、相手の攻撃もなかなか来ないのよね。それでいて塗りも強いから、実は一回先行したら超強いのかもしれないな。もうちょいで神タンクが溜まるから、これは味方に全力パス。霊夢の所持数も3個だからちょうど出来上がりそうだな。味方も気がついてアサリを回収しに行って、ガチアサリシュート、ナイスシュート。神タンクで背面からカバー行くわよ。おっとカウンターあたり持ってどこに行くつもりなのかな。どうよこの神タンクさばき。ラインマーカーじゃなくて神タンクを先に練習してたらな。哀愁漂わせるのやめて。ちょっと余裕があるからマリサのやってた時間稼ぎシュートしますか。アサリを連投ではなく待ってから投げることでチャンスタイムの時間を少し伸ばせるっていうやつね。まあ少しって言っても本当に少しだから意味あるのかはわからんけど、アサリであと 0.5 秒あればみたいなこと結構あるから、普通に有用だと思って私は余裕ある時はこれやってるわね。おっとメガホン来たならさすがにここは帰ろう。いやマジ一瞬で溶けた。メガホンの強化もさることながらプラコラがこっち見てたからな。メガホンに合わせて打ってくるナイス連携ってわけだな。もう残り一人だし、さすがに厳しそうかな。いやすごいな、全部入れちゃったよ。一発チャンスタイム入ったのと、その後のワイプアウトがでかかったな。もうさすがに追加点は無理だけど、ここまで押せたらあとは防衛ね。というわけでまたちょっと雑談タイム入らせてもらいますね。先日お伝えした通り5万名達成したじゃないですか。それの記念企画の追加を思いつきまして、豆ラジオという形で質問返信動画を投稿しようと考えてます。まあもう現時点で凄まじい数の質問来ててありがたい限りです。昨日の時点でいただいた質問の撮影を生声で行いまして、いただいた質問に対して返答をさせていただいたんですが、スプラに限った話ではなく答えられるものはありのまま答えてるので、その録画データだけで総録画時間が2時間超えるとかいう超対策になってしまったので、今後いくつかのパートに分けて投稿する予定ですので、お楽しみに。生声動画ということでサブチャンネルに投稿する予定ですので、サブチャンネルの URL は概要欄にありますので、サブチャンネルあるの知らなかった、またはまだ登録してないという方はぜひこの機会に登録いただけると嬉しく思います。というわけで記念企画に対して企画の追加のお知らせでした。一応質問はまだ受け付けておりますので、もしかしたら追加で撮影するかも。じゃあ話も終わったし実況戻りますか。知らぬ間になんだかをされ気味になってんな。ほぼ全員倒されたその隙に一気に詰めてこられてちょっとピンチ。アサリの数もすごいことになってるから、ちょっと油断はできないわね。一番怖かったパブロは倒せたから、ゆっくり押し返していけば大丈夫そうかな。アサリ持ちのプラコラなら横からつけば倒せるでしょうって思ったけど、もうノーチラス戻ってきてたのか。あれでも左で押し込めそうだから、これ時間稼ぎしてればいいのでは。さあ私に釘付けになりなさい。霊夢に完全に気を取られてる隙に味方がガチアサリをシュート。早く戻らないとアサリが決められちゃうわよ。なんでわざわざ顔出しに行ったんだよ。完全にこっち見てないと思って顔出しちゃいました。霊夢はクソプレイしたが、味方がしっかり追加でガチアサリ。ペナルティ返済はいかなかったな。まあでも残り1分だし時間稼ぎができたと思えば上々でしょう。というわけで最終防衛までやってきました。時間もないから強引にでも結構来ようとしてくるな。人数削ってるから攻めちゃってもいいかも。だがノーチラスがいるな。じゃあノーチラスと勝負しましょうか。いや DPS が違うんだから絶対無理だっての。ちっちっち何を言っているのマリサ。私がいつメインで勝負するなんて言ったのかしら。今更逃げてももう遅いわ。ここはラインマーカーの新たな定期よ。変な声が叶えてくれません。最近メインと神タンクばっかりでついつい忘れてたけど、私ってラインマーカーはそこそこ上手だったわ。下手だったらノーチラスから普通逃げようって考えますからね。さあこのアサリが欲しければ私を倒してから行くがいい。理不尽すぎる鉄壁の守りで相手のガチアサリを完全に壊しきって終了。いや久しぶりに絶叫しました。絶叫とか言わないで、皆さんこれが欲しかったんでしょ。ズンダミンの言葉かみすんな。久しぶりに気持ちよさを思い出したところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるからまた遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな。良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。